もうお疲れ様です。気になる男シリーズでございます。今回スライドショーでお届けします。タイトルは、自称、初心者 YouTuber に次ぐということですよね。まあこれは YouTuber に限らずなんですが、どんなことでも、自分のことを初心者っていう人がいますよね。いやー、私はまだ初心者なんで、とかね。いやいや、まだまだまだ、そんな、そんな、そこまでのレベルじゃありません、とかね。謙虚に見えて、結構高慢なんですよ、これって。自分が初心者であり続けること。 もう初心者であるというふうに自分から言うことによって、責任を取る立場にはないですよっていうのはなね、どっかの政治家さんみたいなことを言ってるのと同じなんですよ。私に任せてくださいと。その道のプロですから、とはっきり言えるまでは、なかなかね、お金が稼げるレベルには入ってこないと思いますし、えー、実際ですね、即果塾の中の、まあ定義ではね、初心者であるのは最初の1秒だけという、まあこういうふうなね、言葉もあるんですよね。というところで今回はですね、 初心者から脱初心者へ向かうにはどういうふうに考えていけばいいのかってことをスライドショーでお知らせしていこうかと思います。よろしくお願いします。はい。まずあなたに質問があります。あなたは初心者から何かを学びたいですかとあなたは初心者にお金を払って何かをお願いしたいですかどうでしょうかあなたは初心者に対してそのぐらいの思いがかけられるでしょうか ちょっと答えにくいですね。じゃあもう一つ、こういうような言葉を出してみましょうか。あなたはプロから学びたいですかあなたはプロにだったらお金を払っても良いと思ってますかこの上と下比べてどうでしょうかね。私、初心者なんですって言ってる人に何か頼んで問題解決してお金を払いたいって思いますかね。私はこの道のプロですから、専門家ですから、お任せください。っていう方に学びたいですかね。そういった方に 問題解決のための費用を払いたいですかねちょっとここで答えを出してみてくださいまあはっきりしてますけどねではあ,あなたは初心者であるというふうに自称したいんでしょうかそれともプロであると自称したいんでしょうかまあ少なくとも初心者ではありませんよというふうなね気持ちと言葉が出てこない限りはまあ、商売にならないんですよだから初心者であるということを自称するのは謙虚でも何でもないんですよ 高慢そのものもです、まあ、そういった考えをくるっと変えるところから始めてみたいと思いますね。まあ、プロ意識ってのは自分が初心者だってあることは口が裂けても言わないことだと思いますよ。はい、次のスライドです。で、とりあえずね、初心者を脱出すること。まあ、そうは言っても初心者っていう立場は誰でも迎えることなんですよ。でも、いつまでも初心者でいる必要はないんですよね。 じゃあどういう風な形になったら初心者でないと言えるのか。プロとしてのお墨付きがもらえるのに、どういう風にすればいいのか。おそらく手間もかかるし、勉強しないといけないし、そのために費用もかかるんだろうなと思うんですよ。これは単純なことですよね。じゃあ初心者でなくなる、そんな状況に自分がなるために、かかる手間と費用がもしね、たった1ヶ月だったらどうしますえ、1ヶ月で初心者を脱出することができるのプロになれるの それはいいなと思いませんか今まで何ヶ月も何年も私は初心者ですって意識から抜けられなかったし、いつもいつも自分がね、まだ初心者ですっていうふうなことを第一声で出してたでしょそれがもうね、来月には、いや、私はプロですから大丈夫ですと言えるし、自信もつく。そんなお墨付きをもらえるのがたった1ヶ月。しかもそのかかる費用がですね、なんとたった5万円。ね、これ高いですかね だってずっと初心者を続けていって、一向に稼げなくって、いろんなか方からね、うん、なんかカモにされるというね。うん。まあ、そんな時期が続くのと、あとはもう来月からですね、もう自分はプロですよっていうようなお墨付きがもらえる。これが費用がたった5万円だったらどうしますかね高いと感じる方、こういうふうに考えてみてください。お金を稼げる資格って世の中にたくさんありますよね。弁護士、行政書士ドクター。 中小企業診断士。こういった方々っていうのは、何年もかけて勉強して、試験を受けて、何十万とかね、時には何百万もの費用をかけて、それでも資格を取ったからといって稼げるかどうかわからない世界に入っていくわけですよ。ね、大いなる、これは投資活動と言えます。まあ大学受験だけでもね、脱落する人がいるんですよ。いや、高校受験でもうまくいかない人いるでしょ。その上に、 そういった学歴や勉強の上にあるのがこういった国家資格ですよ民間資格でも難しいの結構ありますよね販売士とか栄養士とかああいう感じのものですはいそれでも稼げるかどうかわからない世界に多くの人は入っていきますそこにですね何年とかじゃないたった1か月で何十万何百万じゃないたった5万円でパソコン1台スマホ1台ね こんな感じですよ。怪しいですね。パソコン1台、スマホ1台。でも実際にパソコン1台で稼いでる人がいますし、いや、私自身がパソコン1台ですよ。私はスマホでは稼いでいません。スマホはただ見るだけ。パソコンではしっかりとコンテンツ配信したりとかね、えー、商品作ったりしますよね。はい。こんな形でパソコン1台、スマホ1台で稼げる資格があるとしたらどうですかね。上と下どっちが魅力があります もう古い時代の資格。もう今稼げることがわからない。そういった世界に飛び込むのか、新しい時代の資格ではないけども能力。ね。そういった世界。しかも、あなたにはもう稼ぐ力がありますというふうな、プロからのお墨付きがいただけるのが下の赤字ですよ。どっちに行きますかはい。ここで一つ紹介したい講座があります。タカさんの YouTube 脱初心者講座。ね。タカさんの YouTube アカデミーの、ちょっとね、あのー、初心者バージョンといいますかね、うん、ミニミニ講座ですね。これがなかなかいいですよ。で、タカさんの YouTube 講座ってのは、果てしなく長い旅になりますえ。本当にね、上級者を目指す、稼いでいく、場合によっては月収100万だったりね、家族を支えるほどの収入をこれで取っていきましょうっていうふうなね、腰の入った講座ですよ。まあでもね、今回紹介するのは、とりあえず、 初心者じゃない状態にいって、とりあえず稼ぎるようになっちゃいましょう。それは自分でももう初心者っていう意識はなくなるし、初心者です、ね、みたいな感じでね、自己紹介の時にいちいち言わなくてもいいんですよ。いや、私 YouTube がね、まあ本業ですから大丈夫ですよ。任してください。初心者じゃありませんから。みたいな感じで、自称初心者をね、こう語る人が並みいる中で、もうね、群を抜いて、いや、私は初心者じゃないですから任してくださいって感じで、光ることができるんですよ。 まあこういった立場になるのに、タカさんの YouTube 脱初心者講座っていうのがあるとしたらどうでしょうかはい。しかもね、期間と費用がね、さっき1ヶ月と5万円とか言ったでしょそうじゃない。2週間で3000円。約3000円。どうですかねいや、これで YouTube の初心者を脱出したいと思えなかったら、ずっと初心者でいてください。まあ、そういった生きる道もありますんでね。うん。でそもそもね、 YouTube の初心者って誰がどう決めたんですかね誰かに言われたんですかね自分でそういうふうに決めたんじゃないですかでも自分でプロっていうのがどうしても自信がないんだったら、こうしましょう。私もタカさんも、この YouTube のプロフェッショナルが二人でね、お墨付きを出します。二週間できっちりやったら費用は3000円で、これあなたはもう初心者じゃありません。もうね、私たちと同じ YouTuber ですよ。あとは、 自分の希望する稼ぎまでそれを引き上げていくためにさらに充実させるために腕を磨いていきましょうさあ YouTuber アカデミーの本編に行ったらどうですかっていうふうにねお勧めすることができるかもしれませんさあどうでしょうか今回2週間で3000円ですけども2週間という期間はともかく3000円っていうのはねあまりにも破格なんでこれはやっぱりね元通り5万円にする時期っていうのがすぐ来ると思いますですんで 今のうちにここに3000円で書いてますからね。3000円で書いてるうちに、とりあえず、どんな内容なのか、どういうふうにやっていけばいいのかってことをお問い合わせだけでもすればいいんじゃないですかお問い合わせは無料ですから。はい。はい、じゃあ、どんなもんですかね。はい。で、ここからね、タカさんにメッセージです。そもそも初心者ではない状態ってのはどういうことなんでしょうか初心者の定義ってのは何なんでしょうかはい、これです。初心者の定義。 これをちょっと決めておきましょう。で、初心者じゃなくなるってことは、この初心者の定義を抜け出すってことですから、さあどうなんですかね。私はとりあえずね、自分のことを初心者って思わなくなるっていう定義はあると思うんですよ。そして、自己紹介をするときに、自分は YouTube の初心者です、ネットの初心者です、みたいなことを言わなくなるってことじゃないかなと思うんですよ。で、私はタカさんがね、皆さんの前で、いや、YouTube、 あのインターネットの初心者ですって言ったら多分商品売れないと思いますしもう動画も見てもらえないと思うんですよ客観的にもそれから自称するのにもプロを語るから一定の心霊が生まれると思うんですよねでそのプロを語る上で裏付けもあるわけですよ例えば私の場合は10年間やってきたっていうこととかね億っていう金額を稼いできましたよとか商品たくさん出してますよとか、うん、速下塾っていう塾を運営していて塾生さんは1000人以上ですよとかね FX のオリガルヒってものを YouTube で配信してましたよみたいなねこんなことが言えると思いますタカさんも同じようにご自身の実績をねお話しすることによってプロっていう裏付けをすると思うんですよさすがにタカさんが「私が初心者です」って言ったら誰も信じないと思いますね逆に逆に信じないでしょ <laughs> ということでねタカさんそもそも初心者の定義って何なんですかねそして脱初心者初心者じゃなくなる状態っていうのはそれがどうなることなのかなと思いますね 私のね定義をいっぱいあるんですけども少しだけ申し上げるとするとそうですね毎日毎日ですよ YouTube の動画を上げていくことじゃないかなと思いますこれが一つあるんじゃないかなと思いますやっぱりプロって毎日やってるんですよで初心者ってのはまさに気が向いた時とか余裕がある時とか あ、今日は、なんとか頑張れそうだなって時、うん、そういう風になっちゃうんですよね。自分の気が向いた時にやるんですよ。でも、プロ、初心者じゃない状態ってのは、気が向こうが向くまいが、この世界に自分がいるんだってことを認識して、毎日できるんじゃないかなと思いますし、そしてですね、まあ、雑談と言ったらね、あまりにも、曖昧な言い方になりますけども、まあ、プロの YouTuber としてね、もしどうしても、 何か自分が思いつくことがないんだったら朝日を無言で撮ってアップロードするぐらいのことはできるじゃないですか5秒10秒でそういったことでもいいのかなと思うんですよとりあえず自分がどの世界にいるのかなとだから自分は初心者じゃないんだなっていうことかなと思うんですよね、まあ、つまりまとめて言うと日々発信することそれが初心者じゃなくなる状態ですでそれをねえちょっとこう補助的に 考えるやり方として、誰かと動画のキャッチボールをやるっていうのはどうかなと思うんですよ。そうすると、必然的に毎日、誰かの動画を見て、誰かに対して動画を発信するってことになるじゃないですか。まずは、最低一人の常連さん、視聴者さんを掴むことが、初心者から脱出したっていうことなのかなと思います。つまり、動画のリレーっていうのは、ものすごく有効なんじゃないかなと思います。え、そっか塾ではね、この動画のリレーってものを、おなるべく、 初心者から脱出するためにねやってもらおうかなと思ってこの10年間取り組んできましたまあだいたい100話200話と進む人はいますけども1000話2000話と行く人はねいないんですよねだからプロであり続けること初心者じゃなくなる状態っていうのはそういうことなんじゃないかなと思います一時期はやっていたんだけども今はやってないなーっていう状態はどういうことかっていうと初心者に自ら 戻っていってしまったってことになるんで非常にもったいないかなと思いますねはいということで走り出したら足を止めないことが、まあ、その道の人になるってことなのかなと思いますまあそういう人にね継続できる人にまた信頼もついてきますんで、えー、2つ目初心者の定義としては継続することというふうにね決めさせてもらいたいと思いますそうするとその継続した姿を見てまあ私とかもねお墨付きを出し続けることになると思いますはいタカさん 初心者の定義って何ですかねそして初心者を脱するってことでどういうことなんでしょうかちょっとこれをね、次回の106話のお題にしたいと思います。よろしくお願いします。